はい、こんにちは、ペイです。よろしくお願いいたします。今日の動画は洗濯契約書付き福袋ガチャ会やっていきたいと思います。はい、昨日から来ている洗濯契約書付き福袋なんですが、皆さんもうすでに引かれましたでしょうか。自分自身でちょっと引くかどうか迷ったんですが、まあ迷った末にですね、やっぱりあの選手が欲しいと思ったので、ちょっとね課金の方をして、まあ引くことを決断いたしました。ということで、今回の動画ではですね、洗濯契約書付き福袋ガチャを引いていきまして、さらに最後にね、その洗濯契約書も開封していきたいかと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたらなと思います。でですね、この動画が少しでも面白かったためになった、ペイ神引きしてくれと思っている方はですね、高評価ボタン、さらにはチャンネル登録も押していただけると嬉しく思います。ということで、早速本題の方入っていきましょう。はい、ということでね、早速洗濯契約書付き福袋を引いていこうかと思うんですが、その前にね、軽くおすすめの自チーム球団紹介していこうかなと思います。今現時点ではですね、このような選手たちが追加されているんですが、まあそこまでね、圧倒的にこの球団がおすすめっていう自チーム球団は今のところないかなと思っております。まあそんな中でもね、強いてあげるとするなら福岡ソフトバンクホークスですね。まあソフトバンクの選手、まあ特に柳田選手、千賀選手を筆頭にですね、ゲーム的に、リーグリアタイ的にですね、オーダーに入れやすい選手が今現時点では一番12球団の中で多いのかなと個人的には思いますので、まあまだ引かれていない方で自チーム迷っている方はですね、まあソフトバンクが一番無難でおすすめな球団になっております。まあですが、その他の球団もですね、強い選手多くもうすでに輩出されていますので、まあ自分自身のね、S ランクの所持状況次第にもなるんですが、まあ自分自身が一番欲しいなと思う選手が多い球団でね、まあこの3回目、7回目の自チーム枠は使っていただけたらなと思います。はい、ということでね、早速引いていこうかと思います。さあ、と思います。さあ、10連目いきたいと思います。で、今回自分自身ね、何回引くかなんですが、まあ自分自身ね、70連するかも迷ったんですが、まあちょっとね、今回はエナジーの関係上も、エナジーの都合上もあって、まあ50連だけにしようかなと思っております。まあなので、ここの引きがかなり大事。よしよしよし、虹いいぞ。さあ、頼む。ここでね、まあ10連目で2枚引きとかしたいですよね。で、まだね、選択 S ランク、選択契約書でね、取ろうと思っている選手は今のところ迷ってますので、まあここの選択契約書までの引きもかなり大事ということで、早速ね、10連目。さあ、頼むぞ。いい引きを見せてくれ。2枚引きをしたい。さあ、笑って。よ、オッケーオッケーオッケー。来い。さあ、ここの9枚目、来い。ほほほ、王の選手か。いやー、なるほどね。いいぞ、いいぞ。早速2枚引き確定。さあ、来い。なんなら3枚来い。さあ、来い。頼むぞ。まだ可能性はある。来い。来い。いやー、最後10枚目か。さあ、誰が来る？お願いします。遅れてぃ。オグレディか。めっちゃ被った。めちゃくちゃ被り。はい、ということで20連目引いていきたいと思います。お願いします。自分自身ね、自チームソフトバンクで今回引いております。で、選択契約書でね、千賀選手取ろうか迷っているので、まあそのあわよくば選択契約書を獲得する前に千賀選手が当たったらいいなと思ってね、ソフトバンクで引いております。さあ、ここちょっとなさそうかな。さあ、ということで30連目はね、 S ランク自チーム選手が確定しているので、ここの引き大事ですね。さあ、頼むぞ。欲しい選手は千賀選手、もう千賀選手一択ですね。千賀選手、いや、モイネロ選手も欲しい。千賀選手、モイネロ選手、この2選手が出たらマジで神。さあ、頼む。本当に千賀選手来てくれ。千賀選手来たらね、選択契約書での選択がにかなり関わってくる選手になってくるので、いや、本当に50連までの引きが本当にこのガチャは大事。さあ、頼む。おーしよしよしよし、こう確定してるか。さあ、いいね。縁起がいい。いやー、バット当たらんか。バット当たってくれたらマジで縁起がいいんだけど。さあ、頼む。よしよし、ちゃんと笑って。さあ、頼むぞ。さあ、千賀選手来い。千賀選手来てくれ。さあ、最後だから。さあ、お願いします。千賀選手、来い。かあきら。あきらさんか。さあ、ということで40連目ですね。もう早い。もうエナジーってほんと貯めるのは大変なのに使うの一瞬。はい、ということで40連目引いていきたいと思います。さあ、ここの40連目、50連目で S ランク欲しいですね。まあ、ここのね、選択契約書、まあ神ガチャではあるんですが、ここの1個の闇要素としてね、まあ選択契約書がもらえるところで S ランクが確定していないっていうところがね、ちょっともういやらしい。
もうコナミさん、いやらしいよそれは。ちょっとそこは S ランク確定してほしいですよね。50連目で S ランク確定ぐらいあってもいいんじゃないかなと。おお、びっくりした。いいんじゃないかなと。来年のガチャの変更を求めております。さあ頼む。さあ10枚目 S ランク来い来い。いや、おお、千賀選手はないっす。それはないっす。よし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 。はい、ということでもうね、50連目まで来てしまいました。本当にあっという間ですね。ということで50連目引いていきたいと思います。ここで、よし、月出てるぞ。ここでね、 S ランクを引きたい。もう70連目まで白。わー、くそ、惜しい。いやー、本当に S 来てくれ。70連目までは回せないんだ。エナジー的に回せない。いやー、惜しい。いや、まだわかんないよね。まだあるかもしれない。じゃ頼むぞ。さあ、当たれ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 。いやー、頼む頼む。 A ランクならね。うわ、今日始まらないと思ってたのに、ついにやってくれた補給 S の調子くん。いや、いや、まあまあ A ランクでしょ。 A ランクの質、 A ランクなら柳田選手が欲しい。2体持ちしようか今絶賛迷い中なんで。柳田選手、いやー、東選手。さあ最後、柳田選手来い来い。かー、三森さん。はい、ということでね、選択契約書ガチャ50連引いて獲得したこの S ランク選択契約書引いていこうかと思うんですが、まあ、ここでね、一つだけ注意点なんですが、この選択契約書でね、シリーズ2のね、選手を選択しようと思っている方で、まあ、最強決定戦とか出る予定ないよと思っている方はですね、選択契約書もですね、通常の契約書同様に30日間保管をすることができますので、まあ、そこまででね、まあ、その選択契約書で選択した選手が、まあ、出て被るなんてことがあったらね、一番もったいないことになりますので、まあ、選択契約書でね、シリーズ2を獲得しようと思っていて、最強決定戦とかそこまであんまり考えていないよという方はですね、まあ、この選択契約書は、まあ、最終日付近までね、保管をしてから引くのがね、まあ、一番効率よいオーダー補強につながりますので、まあ、どうしても被りは避けたいという方はですね、選択契約書はですね、まだ引くのはやめた方がいいのかなと思っております。ということでね、まあ、自分はね、まあ、引いていきたいかと思うんですが、自分が選択、うわー、この画面いいな。この画面めちゃくちゃいい。いやー、これいいですね。もう誰でも取れるよっていう契約書。自分がね、選択契約書で獲得迷った選手挙げますと、巨人のビエイラ選手、シリーズ1のビエイラ選手、千賀選手、あとは巨人のメルセデス選手、まあ、この3選手で特に迷ったんですが、自分自身がね、選択契約書で選択した選手、この選手です。さあ、まだね、編集でカットしてるんで、皆さんはね、どの選手を選択したかもわからないと思うんですが、さあ、ここはスキップで、さあ、この選手を選択しました。はい、千賀選手。はい、自分自身はね、2022シリーズ2の千賀選手をね、選択契約書で獲得することを選びました。はい、その理由としてはね、まあ、ビエラ選手、先ほど挙げたビエラ選手、メルセデス選手ともにね、まあ、リアタイで特にね、強い選手にはなっているんですが、まあ、自分自身ね、限界突破がね、もう1回ずつとか2回ずつしか進まないんですよね。まあ、なので、スピリッツ解放をするってなっても、限界突破コーチをね、使用しないと両選手ともできない選手になってましたので、まあ、それならね、極みにできて称号までつけられる千賀選手の方が、まあ、今後スピリッツ解放をするにあたってもですね、まあ、千賀選手の方が自分的にはいいかなと思ったので、千賀選手をね、獲得しました。ということでね、この千賀選手、早速極めてね、まあ、リーグリアタイで使っていこうかなと思います。はい、皆さんね、選択契約書付き福袋引きましたでしょうか？引いた方はですね、ぜひ選択した選手や、まあ、当たって選手、ガチャで当たって選手などね、コメントで教えていただけると嬉しく思います。ではですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がですね、少しでも面白かったためになったなと思った方はですね、チャンネル登録、高評価ボタンのほどで応援のほどしていただけますと、動画制作のモチベーションにかなりつながってきますので、ぜひぜひチャンネル登録、高評価ボタンのほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。